さあじゃあ続きやっていきたいと思います。まあ、久しぶりに再会したねしずくちゃんなんですけれども、うまくいくといいですけどね。ホタルイカ、おお、夢か。うん、あ、夢の中で夢って気づくやつか。なんつんだっけ、明晰夢って、なんかあんの、なんか楽しいよね。うん、俺も何回かあるけど。ほっ、うん、おい、マジかよ。いるぞ、普通に。なぜ？ん？私服っぽいけど。私服だよな。うん。まあでかいですよね、確かに。そうなりますわな。すげえ普通に言ったな。ん？だってご飯作りに来るって言ったじゃない。日曜なのかな今日は。お父さん？誰にも会わなかったよ。あら。ああ土曜か。昔よく岡手口から出入りしてたでしょ、あれを思い出して。ああなるほど。なるほどね。あきちゃん寝すぎ、もう昼になっちゃうよ。仲良し。うん、なんか本当に信じられなくなっているんだな。かわいい。え、伸びをすると自然と出ちゃわない？出ないな。昼ご飯何食べたい、アキちゃん。うん、これはまたボリューミーな。うん？うん。今回はあれですね、なんかすごい平和。普通になんか、でもなんか終わんないんだろうな、それじゃ。あらあら、こっちは私用です。おお、うん、だって人
人で食べるの寂しいでしょ。うん。葛藤がある。じゃあ食べよう。いただきます。うん。今日はお昼ご飯も夜ご飯もしずくにお任せね。ずっと一緒なんだ。まあなんか照れちゃうな。食べて食べて。バターたっぷり。あ、うまそう。にへら。新婚さんだこれ。こいつ殺しに来てる。あきちゃん誘っているのかこれは。いるか。お、ちょっと勝手に入っちゃダメだよ。ちゃんと断ってるから大丈夫だろう。来てくれたんだ。なあ、ここにいたのか明人。ごめんね明人くん、勝手にお邪魔しちゃって。店員、お、私服も可愛いじゃないか。うん。突然悪いね。だけどさ、昨日偶然会ったじゃん。あの時明人の様子がすげえ暗かったからってめぐみがむちゃくちゃ心配してさ。うわあ、コウジ君、変なこと言わないでよ。私はむちゃくちゃ心配なんて。ただちょっと心配だったけど。コンビニでいろいろ買ってきたからさ、まあゆっくり語り合おうぜ。お、え、お、ちゃんと見えている。幽霊説はないな。じゃあし、しずくちゃん。ほんとだ、しずくちゃんだ。うん、めぐみちゃん、こうじくん、久しぶり。おお、どうしてしずくちゃんがここにいるんだよ。本当なの、しずくちゃん。また一緒の学園に通えるの。おお。うわ、嬉しいね、コウジ君。はあ、久しぶりにみんな揃ったな。懐かしいね。うん。ジュースもお菓子もたっぷりあるから、とりあえず食おうか。そうだね。おいしん坊もある。おいしん坊、なるほど、おいしん坊か、うめえ坊か。そういえばしずくちゃん、駄菓子好きだったよね。いいね。あ、これかわいい、コンビニ限定ミンミーちゃん。ミンミーちゃん、いずれ。おお。あー、それはまさか。いいじゃないか。かわいいでしょそれ。コウジ君がね。おい、変なこと言うなよ。ま
れで俺がコンビニ限定ミミちゃんが欲しくてわざわざコンビニ行ったみたいじゃないか。行ったんだ。違うの？違うの？かわいいな。じゃあ引っ越し祝いでしずくちゃんにあげたら？気に入ってるみたいだし。おまいいの？コウジ君。いや、っていうか俺のじゃん。はい、コウジかわいいな。私のでもないんだよ。だからしずくちゃんにあげるね。でも、うん、そうだよな。ミミちゃんにはしずくちゃんみたいな可愛い子の方が似合ってるよな。男やわ。当たり前じゃない。くそ、俺みたいなやんちゃな男にはミミちゃんは似合わない。コウジめっちゃ好きになったわ。どうしたのしずくちゃん。やっぱりいいや。コウジ君に悪いわ。うん、しずくちゃん、ありがとう。泣きやる。いや、俺のじゃないんだけどね。かわいいな。まだ言うか。だから、しずくちゃんは優しすぎるのか。黒めぐり。ジュース飲むのにコップとか必要だね。あとお皿かな。あ、手伝うよ。うん。いいやつ。何言ってんだよ。変わっただろ、イケメンに。そんなのお前だって変わらねえだろう。わかるよ。だって俺たち友達じゃん。おお。そうだよ。のんぴとたりとも俺のこの技からは逃れられないのだ。ゴムゴムの味方ロボ。いろいろ混じってる。あはふふふ。コウジ君たら相変わらずアキヒト君が大好きなんだね。うほ。出すんかい。そういうのやってるんですね。こういう場面はなかなか現実では目にかかれないものね。感服感服。乗ってますね。めぐみのやつ最近同人誌制作に燃えてるからさ。腐った方向へ。コウジ君、もうちょっとアキヒト君に顔を近づけてくれる？キスするみたいに。とんでもねえ注文してんな。こうかな？やるんだ。完璧！じゃ次はアキヒト君を押し倒して。ああ、ゴムゴムの土！ちょっと、アキちゃんをいじめちゃダメだよ。でかい。あ、しずくちゃん、いじめじゃないんだよ。これは芸術なの。何言ってんだこいつ。そうそう、コミュニケーションだよ。そう？ならいいけど。納得してしまった。
でもあれだね、昔と変わんないように接してくれてるんだな。乾杯。しずくちゃん、おかえりなさい。ありがとう。いがったいがった。本当に久しぶりだね。2年ぶりだっけ。そうかな。しずくちゃん、今どこに住んでんの。前の家に戻ってきたの。歯切れが悪いな。でもさ、でもさ、また一段と可愛くなったよね、しずくちゃん。だよな。また学園にしずくちゃん旋風が吹き荒れるな。ほう。そんなことないよ。そんなことあるよね。この可愛さで部活は新体操部、これでモテない方がおかしいよね。ああ、そういえばなんか体育館見てたもんな。まさに学園のアイドルって感じだったもんな。そうそう、2年前もすごかったもんね。ファンクラブはできるわ、親衛隊はできるわ。すげえな。ん、どうした、アキヒト。ふん、学校の話されたからか。また学園にしずくちゃん旋風が吹き荒れるな。うん。まさか恋焦がれているのか。そういう感じでしたね。なんか工事じゃなかったのか。またこうやって集まろうぜ。うんうん、せっかく会えたんだしね。うん、今日は楽しかったね。夕方かな、うん、リア充。つれえな。じゃあ夜ご飯は何にしようか。そういえばいるっつってたもんな。材料でできそうなのはラーメンか焼きそばか。アキちゃん、どっちが好き？うん、うん、あー、良くない方向に。
まあそこは気になるよな、確かに。うん。なんか訳がありそうですけどね。私のこと怒ってるんだね。アキちゃんに許してもらえるなら私何でもする。うん、本当だよ。私、また明日来るね。じゃあね。よくないですね。うまくいかんっすね。頭の中で整理がつかないんだろうな。心はいつもアキちゃんのそばにいたんだよ。アキちゃんに許してもらえるなら私何でもする。
浩二くん。切ねえなあ。というわけで、切りが良いので、ここで切りたいと思います。どうなるんだろうな。